平野翔、韓国コスメブランド、ワンジュンギョのヘアケアラインの広告キャラクターに、セクシーな表情を披露。韓国メイクの第一人者であり、涙袋メイクを牽引するメイクアップアーティスト、ウォンジョンヨ監修のコスメブランド、ワンジュンギョ、ウォンジョンヨが、待望のヘアケアアアイテム6種類を2024年5月1日に発売することが、 発表されました。ワンジュンギョヘアーのヘアケアアイテムは、サロン品質を提供することをコンセプトに掲げます。ヘアーユーワントというキャッチフレーズのもと、なりたい神、あなたの望む神を実現するアイテムを展開します。このラインナップは、毎日のケアで手軽に使えるだけでなく、髪をあでやかに仕上げる効果も期待できます。 広告キャラクターには、日本を代表するアーティストである平野翔ナンバーアンダーラインアイクが選ばれました。彼は類きなるスター性を持ち、常に自分自身を追求し、目標に向かって進む姿勢がブランドのコンセプトを体現しています。ヘアーユーワンとの思想にぴったりとマッチする彼の存在が、 ワンジュンギョヘアーの広告キャラクターにふさわしいと判断されたのです。平野翔はこのキャンペーンについて、ウォンジョンヨさんは強いこだわりを持って商品を作ってらっしゃる方なので、そういった方とご一緒できたことはとても嬉しく、光栄に思っております。ワンジュンギョでヘアケア、ぜひ一緒に試してみてください、とコメントしました。 新たに発表されたビジュアルでは、平野翔の美しさとセクシーさが際立っています。モイストでは繊細なモノクロの世界で彼のセクシーな表情や仕草がファッショナブルに表現され、スムースではスタイリッシュながらも日常的な平野翔の魅力が映し出されています。彼はこれからも様々なビジュアルに登場する予定で、 ファンにとっては嬉しいニュースです。この発表に対する反応は大変熱狂的で、SNS 上では多くのファンが喜びを表しています。平野翔の魅力がさらに注目されることで、ワンジュンギョヘアーの人気もさらに高まることが予想されます。魅力的な広告キャンペーンとともに、新しいヘアケアアイテムの登場が楽しみですね。 平野のファンや美容に興味のある方々にとって、これからの展開がますます注目されるでしょう。このキャンペーンを通じて、自分自身を追求し続ける姿勢や目標に向かって突き進む意志の重要性が伝われば素晴らしいですね。あなたのなりたい髪は何ですか自分に合ったヘアケアアイテムを見つけるきっかけになるかもしれませんね。 ワンジュンギョヘアーの新しいヘアケアラインがついに登場。平野翔が魅力を引き出す広告キャラクターに、韓国のメイク界をリードするウォンジョンヨの監修によるワンジュンギョ、ウォンジョンヨブランドが待望の新しいヘアケアアイテムを発表しました。このラインナップにはシャンプーやトリートメントなど6種類のアイテムが含まれており、 その公式発売日は2024年5月1日水曜日に決定しました。ワンジュンギョヘアーのヘアケアアイテムはサロン品質を提供することをモットーにしています。ヘアーユーワントというブランドコンセプトのもと、なりたい神、あなたの望む神を実現するためのアイテムを提供しています。これらの製品は 使いやすさと優れた効果を兼ね備えており、艶やかで美しい髪を手に入れることができます。さらに、この新しいヘアケアラインの広告キャラクターには、日本を代表するアーティストである平野翔が選ばれました。彼の類い稀なる魅力と努力する姿勢は、ワンジュンギョヘアーのコンセプトを体現するものとして最適だと考えられました。 平野翔は、ウォンジョンヨとの共同作業に喜びを表し、ワンジュンギョでヘアケアを体験してみてください、とコメントしました。平野翔の魅力を存分に引き出すため、ビジュアル広告では彼のセクシーさや魅力が際立つような演出が施されています。モノクロの世界で表現された、モイストというビジュアルでは、 彼のセクシーな魅力が際立ちます。一方、スムースのビジュアルでは、平野ノショーの日常的な魅力が親しみやすく表現されています。これらのビジュアルは、彼の多面的な魅力を見事に捉えています。ファンからは、平野ノショーの新しい広告キャンペーンに対する喜びの声が上がっています。彼の魅力的なビジュアルや表情に触れ、 彼の活躍を心待ちにするファンが多くいます。今後も彼の活動から目が離せないことでしょう。ワンジュンギョヘアーの登場により、ヘアケアの世界に新たな風が吹き込まれることは間違いありません。平野翔の魅力とともに、艶やかな髪を手に入れるための新たな旅が始まります。 平野翔の新たな広告キャンペーンについてあなたはどう思いますか彼の魅力的なビジュアルについてどんな印象を持ちましたかまた新しいヘアケアアイテムに興味を持ちましたかぜひあなたの意見や感想をお聞かせください。彼はウォンジョンヨさんは強いこだわりを持って商品を作ってらっしゃる方なので。 そういった方とご一緒できたことはとても嬉しく、光栄に思っております。ワンジュンギョでヘアケア、ぜひ一緒に試してみてください、とコメントしています。新しい広告ビジュアルは、平野翔の美しい表情やセクシーさを際立たせるものです。モイストのビジュアルでは、 繊細なモノクロの世界で彼のセクシーな表情や仕草がファッショナブルに表現されています。一方、スムースのビジュアルでは彼のスタイリッシュな一面や日常的な魅力が引き立てられています。平野翔はこれらのビジュアルの出演だけでなく今後も様々なプロモーションに登場する予定です。彼のファンや ヘアケア製品に興味のある方々にとって、これからの展開が楽しみですね。このニュースを受けて、ファンからはおめでとうのメッセージが相次いでいます。彼の魅力についてのコメントや、ヘアケアアイテムに関する期待が寄せられています。平野翔の活躍に注目が集まる中、彼の新たな魅力がどのように発揮されるか。 今後の展開がますます注目されています。これからの平野章の活躍や、ワンジュンギョヘアーの新商品について、あなたはどのような期待を抱いていますかまた、あなたが理想とする髪型やヘアケアの秘訣は何ですか興味深いトピックについて、一緒に考えてみませんか